5月10日土曜日と11日日曜日、つくばエクスプレス守谷駅前の広場でモコフェスタが行われました。広場には B 級グルメや特産品のブースが並びまして、特設ステージではダンス、音楽、ショーなどが行われました。ここで首からピンクのポシェットをかけているんですけれども、この森屋森が首から下げているポシェット、森のポシェットなんですが、この中にはね、幸せが、ネバール君とですね、納豆を世に広めようということで、茨城県を盛り上げるためには PR 活動してるんですよ。で、今日はモコフェスの方にちょっと参加させてもらったんだよね、ネバール君ね。これはですね、納豆のゆるキャラなんで、皆さん、私がせーのって言ったら納豆大好きって言ってもらってもいいですか。そうするとネバール君伸びますので、大好き納豆だから伸びるんでございますよね。ぜひともね、応援モードよろしくお願いいたします。はい、ラグがついてますけどもね、今日母の日ですから、森健ちゃんこれカーネーション、お母さんにプレゼントかな。なるほどね、森健だってよ。なんかどう見てもこの緑色のね、頭はこうカエルに見えるんだけど、書いてあります。尻尾もありますね、名札もあります。カエルじゃねえぞ、犬だってよ。森や森ちゃんがいるからかわかんないですけど、なんかテンションが上がっております、はい、ね。じゃあ負けずに盛り上がりたい。